はい、皆さんこんにちは。ハレルヤトッププロズの津村健二です。お世話になります。松田です。軽い久しぶりにゲストチックに出てきた割に軽 いやというわけで、今日はゲストに松岡さんをお迎えして、ハレルヤコンバットをお送りしていきたいと思いますが、はい、実は今回ハレルヤコンバットなんと1周年を迎えるということで。1周年、はい、もう1年前ですかね。そう、いや結構最近のことのように感じるんですけど、まあ、確かに氷の輪も徐々に約束するために氷はもう1枚買うという非常な約束をしてしまったんですけど、1年で分のね逃げたと思えばこらえたら10ヶ月だまあまあまあこらえてるかどうかは皆さんの想像にお任せしたいと思いますが、はい、松川さんはね残念ながら4月ぐらいでハレルヤ去ってしまったわけなんですけど、はい、もちろんマジックやめたというわけではなくて、それ以降もモナンチャレンジというマジックオンラインかなり大きな大会で優勝されてたりと、はい、はい、今日はそういうわけで2人でモダンの対決をお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。松田さんの熱狂はなんと痛わらぬデボンって1年前とまあリストは違うかもしれないですけど、ちょっとそれで言ったらこの痛わらぬデボンってを発表したのが大体1年ちょうど1年前で、はいはい、で1年越しでこれちょうどモダンチャレンジ優勝したのってなんで、あれからも練りに練って頑張って共にね成長してきたっていうまあけどこの前は僕は完封だけもねボコボコにされたんで、今日はぜひリベンジしたいなと思って、はい、やってまいりましたが、知らないからな松川さんだけは僕が聞いてたんですけど、松川さんは僕の時は知らないという、ちょっとだけハンデがありますがやっていきたいと思います。はい、というわけで早速試合に移りたいと思います。運命の先手後手、いやー先手に気があるからな9、よし、さすがにこれぐらいは失礼しました。よしもうね格が違うよね、格がでも僕は平常運格が違うよね。んあれ先生ちょっと前に最近と違うゲームをやってる。おいおいやめてください。ちょっと7枚やってください。なんちゃらマスターズやってちょっとね、あ、これねこれです。なじむな、 M を勝手に取ってくれますか。なじむな先生です。はい、こちらちょこれがなかったら怪しかったんですけど、これがあるんでいこうかなと思います。ずるしい姿を失敬の性がある。はい、ミシアズバブル。はい、大丈夫です。もうおなじみの自分に起動します。はい、はい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 、ナイスリング。お、つもりだ。18、17。はい、ゴミの庭から登場した新カード、冒険の衝動。3枚見るやつ。これはね、ニッサの誓いよりも強いわけですよ。ニッサの誓いと違って土地が入る？いや、ね、墓地にすぐ落ちるところが強いです、ね。ああ、はいはい、紅葉の餌に。はいはいはい、はい。死の一撃のミノタウロス。デッキリストで一番浮いてる。ターンエンドでアップキープに登場します。はい、あ、19。なんだこれは。山で。山？山で。マウンテン。これホローワン。まさか。まだそう決めつけるの早いので。かホローワン。長くロフェクチャーね、でもかなりホローワン寄りだな。まマジックザギャザリング2を対抗してきた。だけど松川さんのもう3行ってる感が結構ある。すっす。はい。ああこれはやはり。マジック・ザ・ギャザリング2。あー、バレちゃう。これはさすがに隠せないあ、ドレッジかもしれない。一応ドレッジかもしれない。この段階では。え、これドレッジでは赤身のギルダーはさすがにかなりドレッジを。このままじゃないか。入ってるな。わかんねえな。まだドレッジかもしれない。やばい。やばい。何今のところかなり順調に来てるように見える。16。はい。この一撃にかける。最高サイキング、はい、エンドでいいです。エンドです。アップキープ。どうぞどうぞ。はい、
だいぶ16。16点。いったろうかな、これは。最近、僕の心情はいったらんかいっていう。常に全力と。燃焼、燃焼スタイル。あ、価格、これ、これも。本体 !13。ん？何個？あ、もうこれ、曲ですね。はい。今じゃない。本体。本体、え、何これ ?10。あ、そういうこと。8。なるほど。じゃあ、ちょっと来てください。はい。アップキーパー、通常ドロー。まさか行ったんだ。これは間に合うのか。こっちもかなりしらりかなりです。終わり。あ、来た。しかしもうほぼほぼし、はい、レインやろここで突然思ったな。マックです。青パクト、そうか。なんか1年前青パクトにやられた気がするといえば。あの相手の燃え立つ調査、いろんなミラクルが起きる可能性はあるので、一応あれそれをあれしても、いや、まあ自分が逆に積む可能性はあるので、そういう時これがあると嬉しいかもしれない。もう大体あのランドが入ってるということは。まあ、今回ちょっとデッキを知ってるという特殊な事情がありますけど、あのランドが入ってるってことはまああのデッキしかないでしょうということで、こっちかなりかなりいい、わかんない、あの夢がある普通のハンドはい、はい、10月バブル、はい、自分で移動、はい、着手しよういらない17から、はい、冒険の衝動、はい、はい、冒険の衝動、はい、ふあれ何答えない、うん、でもおとなしい、ターンエンドでハッキーグロー、はい、3、17で次、また帰ってくる、おじなぎ合いに気をつけて、おじなぎ合いに気をつけて、お、よかった。このまま寝てもらかった。たまにね、こっちも1ターンにしたい。15。はい。コミューンウィズネイチャー。はい。本当に戻ってきたね。コミューンウィズネイチャー。なかったの。なんだ、回ってるの。ターンエンド。うわ、しかし頭が出てきよ。気を抜くと。やられる、さあ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 決まるかな、どうしよう、コミュビズネイチャーを使っていいかな、もうちょっとギリギリを演出するためにあえてあえてのすか、あえて、あえて、確かにね、ここはこれで決まらないだろうと思わせておいてスルーして見逃し、見逃しの可能性がある。14、フロスはでもやらねえよな、フロスは絶対にやらない、フロスは決勝でやらないよ、そういうちょっとね、気の利いたブラフみたいな、で、終わりです、いいのかな、こんな無防備な姿を探してしまって、いいでしょう、あー召喚師の契約、おすスッスッスッ、この速さはもしや折り三点フェイエモーテッドドルイド出ましたからの行事の自信、大丈夫です、出たからのサーチ、応援している、応援している、はい、ウォーキングバリスタ2億点だった。それがエターナルデボート、やっぱ2億点ぐらいいるよ、まあ、2億点いるんだけど20点しか入らない、ここではこれを減らして、これを入れますと、
キープで。かなりちょっと落ち着いたハンドではあるが、キープしましょう。まあ、ちょっと物足りないですけど、一応1ターン目に出ますよ。3ターン目が回ってくるかどうかなんだよな、これ。3ターン目回ってこないんちゃうかな。今のところ回ってきそうです。3ターン17。はい。15。あ、これはストリートレースがあると、フェイスズルーティングからでも。13。ライブ払い得ですよ。おかしいんだよな、これ、ゲームが。しかし、ない。想定外、バリオだ。あるじゃん。あるじゃん。弱くないでしょ、この。いやいやいや、これ、文句言うでしょ。このね、手札の編成を見ていただいた皆様には分かっていただけるはず。はい。17。何？まさか。パスというさ。ないってもうない。ファーストですだろ。サイドインの力、これは、うん、終わり。どう、うん、それ基本発生。はい、これはね、アイアンワークスでも活躍中の妖艶妖艶妖艶思わず賢さ。こっちはな、結構全力で払ってたな。ここまで来るとちょっと整えるフェーズに入る。相手があまりにも何もないっていうことが分かったので。なぜ分かったんだ。あまりにも何もない。これはもうフェニックスが知ってくるだけだけど、スラッシュバックするかしかない。さすがに。ブラッドムーンの可能性も違うか。ブラッドムーンだとかなりやばい。かなりやばい。ない結構さ。ラッシュのキャッシュとキャッシュのプレイセイング何だろうと思った。もうあったんだろう。10プレイングミス発覚。え、キャッシュバック。おやめろやめろやめろ、このままやめろやめろー。よえ。もうだってあ、あれがあるか。めっちゃめっちゃ捨てる。いや、すごいな。なんだなんだ、やばい。プレイングも活性で通りだくると土地しかないな。死にこお、石田ズバブル。よしよしよし、これがね、石田ズバブルもらって嬉しいよ。で、で、こうよか。すはい、す冒険の衝動。はい、すウォーキングバリスタ。うわぁ、10。まあ、さすがに普通には死なないだろう。走るか。もう、ついにかわいいんだけど、いいんだよ。まだ中断点ある。大丈夫大丈夫。あ、やべ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 。あ、ウォーキングバリスタ大丈夫。よしよし、ラブマンさん。ウォーキングバリスタいるから大丈夫。一応。16。はい。モリモリ。13。ウォーキングバリスタ X2。はい。来て。速攻。はい、いいです。おお、いい。12。ボス担当配置。何でも何でも皆様の500円のあれだけは、確かこんだけプレイするスルーティングとあれで知っていたら、あれがあれあれあれ。ちょっと一旦、才能姿勢を見せるか。変えられるの。ワイルドカウンター。うわっ、ブロッカーおしまいです。9対12。マークがやばいでしょ、さすがに。ね、はい。なぜこのターンは知らないだろう。なっ、わっ、わっ。ワイルドカッターブロックからのホライゾンキャノピーのサクリファイス。無駄がない。バンド11。やべ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 。そろそろ限界か。
これがラストターンだと考え、俺は冒険に出るか。出たけるか。冒険に出よう。アップキープ。はい。ドロースッ。マナが足りないと言いつつ、はい、はい、はい、8、1人出ました。1人アンタップ打ち込まなかったかな。それでアンタップして、アンタップ通ってたらこの緑でこれを出して、こっからこれで、これだとモーティングマスターに打ち込まれるか。そうだ、だけどさ、あ、そうだ、そうだ、まあ、これだとモーティングマスターに打ち込まれる。だからもう一番簡単だったな。はい、というわけでお送りしたハレリアコンバット1周年記念スペシャル、特に特別なことはしてませんが、いかがでしたでしょうか。見せつけられたな、1年分の成長もね。やはり、はい、今回の動画が良かったと、思っていただいた方はコメントやチャンネル登録、Twitter での拡散などをしていただければ幸いです。はい、ぜひまた松田大好きコメントでコメント欄も埋め尽くしていただけたら。いや、すごいんですよ。僕結構最後にこれ言うんですけど、皆さんちゃんと最後まで見てくださってるのか、最後のコメントに対するコメントがすごいいっぱいあって、ありがたい限りなんですけど、はい、というわけでハレリアコンバット51回以上になります。また次回のハレリアコンバットでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。